こんにちは。今私は、山梨県の上氷川峠の駐車場にいます。これから、上氷川峠を通から、スタートして、日本百名山の大菩薩嶺に登っていきたいと思います。ちょっとこれから、今12時なんですけど、ちょっとこれから登るには遅いかもしれないですけど、まあ3時間ぐらいだと思うんで、頑張って登っていきたいと思います。またちょっと今天気があんまりよろしくないんですけど、これから晴れてくれて富士山が見えるらしいんで、富士山、綺麗な富士山が見れるといいなと思います。じゃあ頑張ります。登山を開始しました。現在の時刻は12時4分です。はい、大菩薩嶺の登山口はこっちになります。15分ぐらい歩いてきました。なんか小屋が見えてきたんで、よいしょ。これは何だろう。よいしょ、よいしょ。ここは、なんていう場所ですか。よいしょ。あ、福ちゃんすか。チャンス。15分ぐらいで福ちゃん荘に着きました。冒頭の場所しかいいな。で、大菩薩峠で、よいしょ。チャンス。よいしょ。はい。ここが唐松尾根の分岐点です。今ここですね。で、先に唐松尾根を通って雷岩大菩薩廟に行って、そこから、こっち西の河原大菩薩峠で、この辺の富士山の眺めの良いところを通ってまたここに戻ってきます。じゃあ行きましょう。こっち基準タイムは1時間。いよいよ本格的な登りになってきました。こんな感じかな、見えるかな。つづら折れて、雲の中に入ってきちゃったみたい。白くなってきました。よいしょ。一回ピークかな。よいしょ。これは
見えなそうだな。はいと。こんな感じ。でもちょっとなんか明るい。やっぱこの時間だと降りてくる人ばっかり。こんな時間から普段は登らないんだけど。よいしょ。ああ、急だ。よいしょ。なんか人の声がめっちゃ聞こえるな。なんか騒いでるな。雷がかな。雷がつきました。ただ真っ白で何も見えない。これは鹿が食べちゃったんだかな。クマも出るらしいんだけど、恐ろしいけど。よいしょ。さあ、ようやくここが大菩薩嶺の頂上から山頂。よいしょ。しかし霧がすごい。日本百名山大菩薩嶺2057メートル。じゃあ山梨県百名山で、はい、タッチ。いやー、よかった。大菩薩嶺に着きました。見ての通り景観もなく霧がすごい。よいしょ。
はい、よいしょ、かな。じゃあ大菩薩嶺の頂上まで行ったんで、雷岩に戻って鳴り岩に戻って大菩薩峠の方に向かっていきたいと思います。ただこの霧じゃ多分大菩薩峠の方でも景観は多分期待できないんで、サクサクは下山しちゃうような感じになるとは思います。すげえ鹿だ。鹿小鹿もいる。かわいい鹿です。鹿も警戒してるな。すごいね、こんな近くで見たの初めてだな。よいしょ。また、なんだっけ、雷岩に戻ってきました。なんで雷岩っていうんだろう。とりあえずちょっと、登ってみようと思います。雷岩もがっかり超多かったということで、どんどん次に進みます。先に進みます。次は、なんだっけ、大菩薩峠か。この間は景観がいいみたいなんで、多分ここも撮れてりゃ景観がいいんだろうな。何も見えないけど今。なんか標識が見えてきました。なんだろうこれ。標高2000メートル地点って書いてますね。2000メートル。あ、2000年に2000メートルを作った。なるほどね。雲の流れがすごい速いな。だんだん降りていって、今1900メートルぐらいか。1999メートル。ちょっと、大菩薩湖だっけ？湖が見えてきました。雲切れるかな？もうちょっと行けばちょっと良くなるかな？
道は見えてるし、なんかポツポツ来てるな。ちょっと雨が降り出したかもしれない。雲を抜ければ大丈夫だと思うんだけど、まあ、カッパを着るほどでもまだないから、とりあえずこのまま進みます。はい、小屋が見えてきました。なんだろう、何小屋だろう。これが峠かな。また登りがありますけど、避難小屋みたいな感じですね。こっちは旧道って書いてある。旧道で大菩薩峠が左、あっち、あ、ここが西の河原。あ、言われてみれば確かに、あの青森県の西の河原に似てる気がする。はい、なんかさっきもさ鹿を見ましたけど、亜高山性植物の食害被害を防ぐためにこういうネットをしてるみたいですね。え、ここが親知らずの頭っていうのかな。はい、お、だんだん霧がすごくなってきたな。霧なのか雲なのか。向こう側が晴れてます。あっちなんだろうな、甲府盆地かな。山の向こうに町が見えます。お、そして右側はすごい雲が流れる。湖が右側に見える。山荘が見えてきました。眺望は相変わらずないですけど、海山荘、本当ならねここで休憩してなんか食べたりして地元にお金を落としたいんですけど、やっぱりこの新型コロナウイルスの中で、よそから来た人間が他の人に自分がかかる分にはまあ良くはないけど仕方ないと思うんですけど、自分の行動の結果だから、やっぱ他の人に移しちゃったりするのが一番嫌ですよね。なんでちょっと休憩はせずに写真だけ撮って、また下っていきます。はい、残念。石ヶ岳と北奥泉城、金峰、海駒ヶ岳、鳳凰三山、北岳、これだけぐらーっと見える、これだけ見えるはずなんだけども何も見えないと。
川峠。よし、じゃあいよいよ下山かな。え、こんなところに車が来るの？ここまで車が来るんだ、すげえな。下り道はこんな急じゃないのか、まだまだね、あそこが登山層なんで、大菩薩峠からすぐですけど、体力にあんま自信がない人はこっちから半時計回りで登るのもいいかもしれないですね。富士見平まで戻ってきました。ここを行くとさっきの西の河原へ続く旧道があるみたいですね。1700m だって。こういう、これは何だろう、小屋かな、それとももともと人が住んでたのかな。向こうとかにも家があるし、この辺に村があったんだっていうのがありますね。どういう生活をしてたのか。はい、クチャン小屋まで戻ってきました。今14時18分なんで、登り始めて2時間20分ぐらいかな。着いた。はい、さっきの分かれ道、チャンスをさっきの分かれ道の、ここですね。あ、ここは今いいとこで、ここを登ってきて、雷は大菩薩霊で、これは分かんなかった、西の河原親知らずっていいのかな、大菩薩峠で、海山荘のとこから、ここは富士山の眺めが良かったんだ、何も見えなかった。で、表登山道で、さっきの旧道があって、あ、さっきのは富士見山荘かな、多分。で、現在地です。が、福ちゃん荘ですね。はい、福ちゃん荘まで戻ってきました。今、標高が、720m、 2時間20分で、また次は車道を通って帰ろうと思います。やっぱ予想通り3時間、まあ3時間からにとって多分20分かかんないぐらいだった。2時間半ぐらいですね、全国で上氷川峠の登山口から、雷は大菩薩霊、大菩薩霊、こんな違いが多いな。で、大菩薩峠を越えて、また福ちゃん荘まで戻ってきた。そこからまた上氷川峠まで行く。で、約2時間半。通常でも3時間半とかで行くんじゃないかな。あとは、
体力にもし自信がなくてもない人は、先に大菩薩峠の方に行けば、かなり整備された道を登っていけるので、あとはちょっと雷岩、西の河原か、西の河原と雷岩の手前で登りがあるぐらい、ちょっとした岩場がありますけども、特にそこまで 長い急登ではないので登りやすいと思います。歩きながら挨拶しようと。本日はご視聴いただきありがとうございました。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。では、最後にチャンネル登録もしていただけると、ますます動画を作る活力になりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。